今回の動画は XG のダンスパフォーマンスシャープ3の感想、そして愛希先生とのコラボパフォーマンスの感想、そして大好評のファッションチェックもやっていきたいと思います。そしてさらにバズフィードのインタビュー記事も結構ね、いろいろ新事実が発覚したので、そのことに関してもお伝えしていきたいと思います、アルファーズの皆様、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。本題の前に、なんとココナちゃんのお母さんが沖縄の方ということが発覚しまして、もうね、知り合いかもしれませんね。沖縄狭いんでね、友達のいとこの同級生のお母さんの友達のみたいな感じで、いや絶対でもいやいや、あ、お母さんは行かないな、行かないよ、行かない、同世代だから。友達のいとこの同級生の友達の感じですね、ぐらいですね、まあ、だけど同じ学校、中学校とか小学校とか、なお名前知らないからね、そうそう、あるかもしれない、もう本当にそうかもしれない、ドンピシャ同じ学校、あの子なのとかって、そうありえますよ、ね、今度帰った時にさ、噂になってるかもしれないよ、あの子の娘さんが世界で大活躍してるっつって、ありえるかもしれないですね、なんか韓国で踊ってるらしいわよ、ね、みたいな、毎年沖縄来てたんですって、ココナちゃん、あの小学校4年生ぐらいまでかな、合ってるなと思います。それは合ってると思う、そう、あの、空港で見たあの子はココナちゃんかもしれませんね、あの国際通りのあの子もそうじゃない、あの子、そう、あのなんかちょっと雰囲気ある小学生いるなと思ってたのはココナちゃんだったんだなって、そうだと思う、そう思ってます、まさかね、そんなつながりがあるとは、ね、もうね、まだ16歳だから本当に親の世代だからね、そうですね、お母さん多分同世代なんじゃないかなっていう気がしますけど、そう、そんな縁があるとは、もうね、ファミリーです、すごいご縁ですね、もうね、親戚みたいな気分です、もう親戚ですね、でダンスパフォーマンスシャープさんが公開されましたけれども、まさかね、ダンスパフォーマンスまだあると思ってなかったですね、デビュー前だけだと思ってました、私、続いてくれるのね、続いてくれるということは今後もあるということですよね、時々で、曲があのメアリー・ジェブライジのファミリーアフェアで、なんとパフォーマンスディレクターが愛希先生っていうことで、そういうことだったのね、そうだったんですね、だから他のもそうやってくれてたんだね、きっとね、かもしれないですね、前回もほら愛希先生とコラボしてたじゃない、TikTok でね、やってましたよね、だからそこのつながりだったってことですね、愛希先生と何のつながりだろうとかって言ってましたけどね、だから答え教えてくれた、教えてくれた、なるほど、洋楽ね、似合いますね、 XG はかっこいいですね、もうなんか鍛錬の塊って感じですよねなんか本当にちょっとこう遊びじゃないのよ、あれフルコーラスじゃないじゃないですか、もっと見たいですね、そうね、ちゃんと出してくれないかね、1分半ぐらいで終わっちゃいますよね、でもだからいいのかな、あ、だからいいのか、そんななんかこう贅沢に使うわよっていう、あ、そうかそうか、使い方を、あ、なるほど、他の曲もどんどんやっていくわよっていうぐらい贅沢さ、なるほどなるほど、そういうことですね、で、あのスタートはやっぱりね、ジュリンさんがセンターでっていう感じ、表情かっこよかったな、かっこよかったですね、で、あのメボの2人は本当すごいですね、メボとは思えないキレ、結局全員ダンサーなのよね、ね、そうですよね、だからセンターに来るじゃないですか、もうね、全然変わらないですね、ちさちゃんうまいわ、うまいですよね、キレいいわ、キレいい、かっこいいですね、あんな細々なのにさ、ほんと毎回思う、だって力入らないじゃない、そうですよね、あんな細々だったら、だからもう筋肉しかないんじゃないですか、バキッとしててさ、ね、脂肪が全然ないんじゃないですか、もうアスリートですね、アスリートですね、みんなとにかく楽しそうに踊ってましたね、ノリノリで ね、それがなんかいいな、好きなんだね、好きなんですね、まあ、ああいう音楽好きそう、だってなんかココナちゃんロールモデルがローリンヒルとかって言ってたの、確かなんかの時に夏いなローリンヒルと思って、ローリンヒルって私たちだから親よ、お母さんか、お母さんローリンヒル聞いてたんだ、聞いてたんだ、やっぱ同世代だわ、私ローリンヒル CD 持ってましたもん、だからもっと確実によ同世代ですね、そうよ、名字分かったあの子ってなるよ、あの子だわ、あの子の娘さんですね、多分そうそうそう、あの子よ私たちのチャンネルといえばファッションチェックですよ、あの今回の衣装もちょっとねファッションチェックしていきたいと思いますけど、ダンスパフォーマンスだけどやっぱりしっかりスタイリングされてますよね、されてるね、きっとね、ハービーさんはセリーヌの T シャツにとビビアンのネックレスしてますね、なんかねビビアン最近 K-POP 流行ってるなっていう感じします、結構前からよ、ね、ビビアン好きよね、ビビアン好きですよね、ひなたちゃんも前来てたし、ニュージーンズも来てましたね、ビビアン、ビビアンって私の高校生の時めっちゃ流行ったんですけど、あ、そっか、あのねビビアンの靴下とかすごい流行ったんですよ、なんでか分かんないけど、遅くない、
あ、そっかそっか、ちょっと時差ありますから。そうだった、そうだった。そうそう、2年ぐらいね、遅れてくるから、ね、ビビアンのなんかカーディガンとか靴下とかめっちゃ流行ったんですよ、うんうん、高校生の時。だから、あ、なんかね、巡ってくんですね。でも完全にあの女性のネックレス、はいはいはい、あれよ、あれ流行りました、うん、あれよ、うん、じゃあちょっとそれが遅れてやってきたんですか。あれみんな持ってたね。あ、やっぱそうですよね、うん、一時すごい一世風靡しましたよね、一世風靡したビビアンね、うん、みんな持ってた、うんうん、また今来てるんですね、うん、ビビアンが。だからパンクよ、パンクロック7でしょ。7だ、7、結局7か、うん、でも7みたいな服装してますよね。してるガルクラってね、うん、だから7なの、うん、7か、7がずっと着てんのよ。ずっと着てんのか5年もっとかもしれないな。本当ですか。ヒョリの民宿あるじゃん、はいはい、その時に少女時代にユナちゃん着てて、ビビアン着てました。ビビアンもね、ロングニット着てて、ね、カーディガン、すごい可愛かったの。で、あ、ビビアンやっぱ可愛いなと思ったの、うん、ビビアン可愛いし、ね、それって結構前だから。そうか、うん、じゃあずっと流行ってるんですね。そういうことだと思う、うんうんうん。マヤちゃんは、マリンセルのタンクトップとリストバンドしてましたね、うん、もうマリンセル大流行ですからね、うん、その上に着てるなんかこうラベンダー色のニットベストみたいな、可愛いよね、可愛いですよね。これなんか地柄で星が入ってて、うん、ちょっとブランド分かんないんですけど、これすごい、これすごいですよね、うん、ひなたちゃん、アレキサンダーワンの T シャツですね。これもう今さ、もう、ね、20代10代20代がって言ってましたよね。そうそうそう、もう YouTuber さんたちとかも着てる、みんなアレキサンダーワン着てるんですよね、うん、中町あやちゃんとか東亜とか着てる、あの辺が、うんうんうん、であのカルバンクラインのインナー着て、うん、っていう感じですね。カルバンクラインもみんな、あ、そうそうですか。だからさ、それも、カルバンクラインって昔流行りましたよね。そうよ、私が高校生ぐらいの時にパンツ流行った、うん、パンツね、うんうん、パンツとあの香水よ。あ、流行った、カルバンクラインの香水流行った、でしょ、流行りましたね。はいはいはい、そうか、結局やっぱり、うん、まあ、Y2K ファッションもそうですけど、結局全部あの辺の年代のが今流行ってるんですね。そうよね、だから高校生、高校の時、大学生ぐらいのね、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、ジュリアちゃんはデウスエクスマキナっていうなんかオーストラリアのカスタムバイクのブランドなんですって。このロンティー、バイクっぽいね。あ、バイク、うん、やっぱバイクだ、ね、バイク、あ、バイクだ、ほんとだな、うん、バイクのそうブランドなんですって。バイク売ってるね。で、まあ、ココナちゃんとかはね、ちょっとブランドは分かんないんですけど、バンダのね、ポニーテール可愛いですよね、うん、でココナちゃんっぽいスタイリングしてますね。ジャンパーも流行ってるじゃない、うん、MA1 MA1 MA1 じゃなかったっけ、 MA1、はい、うん、トップガンみたいなやつですね。そうそうそう、 MA1 でしょこれ、うんうん、かもしれない。ショート丈の MA1 流行ってるね。 MA1、 うんうん、なんか冬流行ってたから、また今年の冬も流行る、ね、うん、あ、流行るかもしれないですね、うん、で、ちささんはあのね、デニムのこうちょっとベアトップで、はい、ちょっと露出は多いですけど、もう姉さんだから許しましょうって感じですね。あれなんだろうね、これトータルピンク系で差し色にしてんだね。あ、そうですね、手袋、うん、手袋してますよね、すごいよ。だからちゃんとトータルコーディネートされてる、うん、ね、されてますよね、うん、で、ジュリンさんは今大流行のね、バッテンのデザインの、うん、みんな着てますけど、うん、もうみんなすごい着てるから大流行ですけど、うん、昨日 K-POP のライブ見てたら、うん、ベリベリも着てて、あれなんだっけ、 K-POP スーパーライブみたいなやつでしたね、うん、豪華だったよね。豪華でしたけど、うん、ベリベリも着るんだと思って。男の子も着るのね。そう、ナムジャにもね流行ってるんですね。ちょっと関係ないだけどさ、昨日のサイはすごかったねサイってすごいのね。サイの人気すごいですね、雨の中、うん、もう大盛り上がり。すごいさ、草ドンキとか、はいはい、ドリームね、ドーボイズとかもいっぱいいたのかな、ファンの子が。そうですね、あ、スキズとかも出てましたしね、うん、いっぱいそのライトがあって、うんうん、でも前の方はあんまライトないなと思ったんだけど、うんうんうん、最終サイが鳥で出てきた時の盛り上がり、うん、すごいよ、すごい。最終的にはサイのファン、うん、スタジアムが一体化してたよ、うわーってなってたよ。もう国民的スターなんじゃないですか。そういうことなんだ ねサイってすごいんだって改めて実感しちゃった盛り上がってましたねすごかった、鳥でしたから。鳥だった、うん、結構動けてた、すごいなと思って。すごいですよね、うん、ゴリゴリに踊ってましたよ、うん、本当にすごい。サイはすごい、サイはすごいっていう話ですけどXG と愛希先生のダンスパフォームプラクティスバージョンも出ましたね。はい、愛希先生、キレてるね、かっこいいですね、愛希先生、キレキレだね、はい、愛希先生のチャンネルの方で公開されましたね、うんうん、XG の方じゃなくて、うん、なんかあのズボンの紐がビヨーンって伸びてて、もうあれが気になっちゃって踏まないかなって、ね、本当あれ踏んで転ばないかも心配になっちゃいましたけど、さすが、なんだろうね、あれは全然大丈夫でしたね。ややこしい服結構着てるじゃないややこしい服、うん、確かに。だからなんかこう、うん、さばき方慣れてんじゃない、そういうのじゃ動じないのか、うん、もう愛希先生見たら放課後のときめき思い出しちゃいますよね、うん、そうね、1年生元気、ね、って、ね、1年生元気かなとかね、行方を知りたい、行方を知りたい、愛希先生と今もつながりあるのかなとか ねあるじゃない。でもまあ1年生若いからね、今から出てきますよね。まだ学校ちゃんと学校行ってるよね、学校行ってるはず、うん、みんな学校行って練習してるんでしょうね。そうね、ね、
か今若い子どんどん年齢下がってきてるからさ、あそうです、ね、言ってる間に1年生デビューできる年になるんじゃない？ね、あっという間に14歳ぐらいで出てくるじゃない、うん、あと11歳12歳でしょ。そうですね、もう 1,2、うん、年で出てきますね多分 ね。新しくはね、愛希先生とのコラボの TikTok も出てましたし、うん、これもね良かったですね。でそしてあのバズフィードっていうあのインターネットのサイトの方でインタビュー記事が公開されてたんですけど、うん、こちらのねあの内容が結構面白くって、うん、でなんかね〇〇担当っていうのをみんなに聞いてて、うん、ハービーさんはユニーク担当なんですって、うん、でなんか発想が4次元なんですって、うん、で UFO を特に信じているということで、うん、いいじゃん、なんかいいですよね、うん、ハービーさんそんなキャラなんだと思って。でまやちゃんはねパワフル担当っぽい。そうね、うん、元気だもんね。そうなんかダンスとかもそういう曲を選ぶと、うんうん、でジュリンさんはリーダーでもあるけどダンスリーダーでもあると、うん、なんか自主練とかをまとめてくれるんですって。なんかみんなすごい信用してるって書いてあるね。書いてありましたね、うん、でちささんはムードメーカー、うん、そうでみんなの太陽のような存在でいられるように意識してますって。やっぱりそうだよね、ビハインドでも一生懸命なんかこう盛り上げたね、うん、この前その話したばっかりでしたね、うんうん、やっぱりだからちささんそういうキャラクターですね。明るくて、うん、みんな盛り上げるキャラクターみたいですよ、うん、でなんかね押し決められない方は箱押しでよろしくお願いしますっていう。はいはい、いい返事いい返事でしたね、うん、私たち基本的に割と箱押しですよね、うん、箱押しだね、どのグループもね、うん、箱押ししないことあんまないですね。箱押し文化だから。箱押し文化なんですかね。違う、え日本人、日本人ってそうじゃないの。どうなんでしょうね、ま、担当はあるけど、うんうんうん、他の子はどうでもいいとかじゃない。あそんなの全然ないですね。海外ってさ結構シビアですよね、うん、シビア、韓国特にね、この子だけ好きみたいな、ね、あんまそういう感覚ないですね。それで言うと箱押しだと思う、うん、そう基本箱押しですね。だってその子のためにもなるし、うん、そうですね。でねなんか語学の勉強法も話してくれてたんですけど、とにかくまあアウトプットを大事にしているといっぱい喋ると、うん、みたいですね。でまゆちゃんはねあのインターナショナルスクール出身なんですね。そうだったね。ねえ、うん、でなんかお家でも英語で喋ってたのが基本だからって言ってて、うんうんうん、通りでね流暢だったんだなっていう感じですけど、ね、一番いいやり方してるよ、うん、語学勉強する恥ずかしいのをさ、うん、頑張ってるのがやっぱいい ね。恥ずかしいじゃん、うん、日本人が一番難しい、逆に言うと一番難しい勉強だもんね。あそうですね、喋、うん、るの日本人苦手ですからね。そうそう、でなんか〇〇語デーっていうのを1週間に4回作って、うん、その言語だけ喋る日にしてるんですって。偉いですね。一番よ一番よ、それが努力家ですね、うん、だけどさ証明したじゃないこの子たちすごいから、うんうん、あやっぱりそのやり方がいいのねってね。本当ですね、うん、XG に言われるとすごいね、うん、説得力があるあるある、だできてるから、ね、学校の先生たちもねやっぱね、うん、そのやり方やった方がいいよね。いいですね、うんうん、でなんか練習生の頃から勉強してたけどもっと頻度を増やそうってみんなで話し合ったんですって、うん、偉いですねと思って。なんか本当にいいね、うん、本当に本当に努力家。なんかねすごくね日本を感じるの。あ、うん、古き良き日本っていうか。そうですね、なんかコツコツ頑張るみたいな。コツコツ本当コツコツですよね。今さ高校野球見てるからさちょっと共通があるっていうか、すごくこう熱心にさ、うん、もう打ち込んでね、本当ですね、そのためだけに一生懸命青春を費やして、うん、そう本当そうですよ。でねやっぱりあのワールドツアーが目標ですっていう話をしてましたね、うん、実際に会うことで伝えられるもの、ファンの方からもらうパワーが想像していたよりもすごく大きいものだというのを肌で感じることができたということで、うんうんうん、だからあのね音楽番組とかでファンの方に、うん、遠い声聞こえたから ね強めのねちさちゃんのファンの方とかね言いましたけどね、すごい感じたんでしょうねいろいろね、うん、もう早く生で見たいです ね。まあ次のカムバックまでねちょこちょこ供給がこの感じだとありそうな感じですね、うん、じゃあ次の供給も楽しみにしてます。